取りつかれ侵されていくエヴァ0号機とそのパイロット。だが彼女は心を体を侵食されながらも自我を失うことはなかった。しかし人から真珠を守るためレイは自らの死を希望する。第三神道教師と共に光と熱となり彼女は消えた。記憶だけを人々の魂に残して。次回涙。この次も期待してね。これより攻撃に移ります。私が行くわ。来る。助けてくれたんじゃないか、綾波が。そう、あなたを助けたの。うん、覚えてないの。え、知らないの。多分私が3人目だと